気を操りながら。さあ今回ですね、ドットで描かれた市街地ステージを特集していきたいと思うんですが、最初のゲームはこちらですね、エアローブラスターズ。今回はあのメガドライブ版を、選んでおりますが、こちらのゲームを最初にやりたいなというふうに思っております。お、始まりましたね。もともとアーケードであったゲームの移植なんですけども、他にも PC エンジン版もこちらありますけどね、私あのシューティングをねやる上でね、一番好きなのがこのいわゆる市街地ステージ、ビルがたくさん立ち並ぶが本当にすっごい好きなんですよね。で多分ね、私そのきっかけになったのがね、このゲームだったような気がするんですよ。今見てもね、かっこいいなってめっちゃいいなと思うんですけど、いわゆるあの駄菓子屋筐体っていうんですかね、あの1回50円ぐらいでできる、それでねやった時に、あ、いいなっていう風にちょっと思っちゃったんですよね。なかなかパワーアップアイテムをうまく取れない、悔しい。やっぱりこのねビルがね20スクロール30スクロールしていく中をですね、この戦闘機が飛んでいくっていうのがね、まあ、すっごいこのフェチみたいなもんかな、すごいかっこいいって思ってしまう。で特にこのゲームはね、ビルの高さと自分の戦闘機の高さが一緒ぐらいなんで、よりなんかその街の中を飛んでるっていう感じがするんですよね。まあ、宇宙とかね、あと海の上とかもね割と好きなんですけれども、やっぱりこの背景がビルっていうのが一番いいな。お、出ましたね、この上空から敵の攻撃が来て、その後こうビルが一気に廃墟になるっていう、またこの背景がなんだろう、80年代のアニメのよく見受けられたような感じの背景なんだけども、ただ敵の攻撃があれこんな激しかったっけと思うぐらい、思ったよりも激しくてちょっと焦ってる。おお、怖い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 。さあ一面のボスの本格的な戦闘ですね。意外と一面でもパワーアップが派手になるね。ここまでパワーアップするんだ。うわ、ちょっと待って、危ねえ危ねえ。さあこれで一面クリアですね。それでは次のゲームいきたいと思います。さあこちらコナミから発売の、シューティングゲームですね。縦シューティングの、クライシスフォース、コナミで縦シューティングっていうと、ツインビーのイメージが強いんですけれども、私はねこっちの方がね好きなんですよね。てかこのゲームはファミコンのシューティングの中でもかなり好きな方になるかな。さあそして今回はね、この市街地特集ということで、このクライシスフォースの一面がそうなんですけれども、これもやっぱファミコンっていうレベルを考えると相当絵が綺麗だなと。この時のコナミはちょっと異常だわ。ただこのゲームね、残念ながら出すのがね遅かったせいであんまり売れてないんですよね。もう世間は確かもうこれスーパーファミコンが出てたぐらいだったんじゃないかな、もう出る直前か出た後か忘れましたけども、だいたいそれぐらいだったはずなので、だからファミコンでいくら画面が綺麗って言ってもスーファミと比べちゃうと大したことねえじゃんみたいな、そんな感じになっちゃってるんですよね。だから後々に評価された
ゲームの一つではあるかなと。そう、ここなんですよね。この地面が割れて、そしてここで多重スクロールするっていう、これファミコンでやっちゃうんだっていう、このコナミの恐ろしさよ本当に。さあ、どの場面で合体を使うかがちょっと迷い時ではあるな。そろそろいっとくか。ちょっと早かったかな、もうちょっと後でもよかったかな。あ、ちょうどよかったかな。ちょうどよかったかな。もうボスだね。さあ残り22、できる限り補給して長時間粘って、あーっとここでボムを使う。あー間違えた、ボムが、まあいいや。さあこれで一面クリアですね。音がいいな、やっぱりコナミのサウンドは最高だな。さあこちらファランクスっていう、ゲームな、スーパーファミコンのゲームなんですけれども、このゲームのね、市街地ステージの入り方が私すごい好きなんですよね。っていうのもこのステージ1の最初は雲の上を飛んでるところから始まるんですけれども、こうやってステージが進んでいくと、だん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 こう下に降りていって、そしてこの夜景の綺麗なこの市街地に入るっていう、この演出がなかなかいいなって思いますわ。ただステージ1からね、これ意外とこのゲーム難しいんですよね。怖い怖い、あー危ない。で、ゲームはですね、HP 制なので、まあ、左下にあるあの黄色の、やつですね、ゲージですね、あれが0になると、一気失ってしまうと。なのでまあ多少余裕があるようには感じるんですけども、全然余裕がないおー危ない、なんとか抜けた。やっぱホーミングはね、楽でいいですね。威力は若干低めな武器が多くても、そんなに低くないか思ったより強いな。さっきのレーザーより全然強い気がする。さあ中ボスですね、ここは。まあ、HP はそこそこ残ってるので、とはいえ油断せずに。わあ怖い。このホーミングのいいところは、弾をかわすことに集中してれば敵に攻撃を与えてくれるという、そういうとこですね。っていうかそうしないともう絶対にお、敵の砲台が壊れてるな。これチャンスだな。こうなるとまあまあそんなに強い敵では倒せるかな。なんか逃げられそう。あー逃げられたか、くそー。倒せるのかな、あれ。倒せるか、そらもちろん。これはボスまで来たかな。さあステージ1のボスですね。
落ちろ。あ、しまった。今当たってなかったかな。当たったような気がしたけど。うわー、今のは当たったね、確実に。だから何が当たって何が当たってないのかよく分からなくなってきてる。とりあえずまだ一発しか食らってないってことだけは、確実みたいなんで。あ、あの手は壊れるのね。あの小学生が泣きながら攻撃してくるときみたいな。このでかい割に弾が、赤い弾がちっちゃいな。ボロボロ。こんなに壊れるんだ。それでもまだ落ちない。さあこれでステージ1クリアですね。なんかおしゃれ。なんかシャレオツな感じ。さあこちらスーパー EDF の市街地ステージはですね、これはまたなかなかいい背景だ。夜景ですね。かなり上空からの視点になりますけれども、の夜景になりますね。このちょっとなんかね、赤色っぽい感じの、なんていうの、このネオンって言えばいいのかな、はなんかねやっぱりいいですよね。まあ、ただ贅沢を言うのであれば、なんだろうね、もう少しこのビル一個一個にこうスクロールというの、多重スクロールのような感じが欲しかったかなっていう。ちょっとそのビルのところが全部、街のところが全部一枚絵になってて、で後ろの宇宙が、まあ、いわゆる二重スクロールっていうのかなっていう感じになってるので、あのビル一個一個がね、また動きが違ってると、いや非常に良かったんですけどもね。あとはやっぱりちょっと同じ絵のパターンを何枚か繰り返してるっていう感じなんで、そこはちょっと残念なんですが、ただやっぱりこの色と雰囲気は非常にいいですね。ちょっとなんかこの橋の感じが、梅田から重曹に行くところみたいな感じの雰囲気に似てるなというちょっと思ってしまった。そういう風に言うと、なんかまたこの雰囲気がちょっと違うような感じに見えてくるかもしれないけど、まあ、このゲームはね HP 制なので割と安心してできるっていう、ね、一発当たったらダメっていう感じじゃないので、まあパワーアップの種類もたくさんあるんですけども、最初にどの装備にするか選んで、あとはもうそのステージはそれで行くしかないっていう。私はもうこのホーミングが一番使いやすいですね。まあ、後半ちょっと火力不足なような気もしないでもないが、ボスかな。だからジャレコっていうとね、あんまりシューティングのイメージがないんですけれども、もう私の知る感じではこのゲーム以外でちょっとジャレコのシューティングちょっと思い出せないんですけど、これは割とね、絵も綺麗だし音楽もいいし、いい作品ですよね。まあ、敵が硬いなーって思うことは多いけど、
もうちょっとかな、このダメージがある程度入ると一回爆発してくれるのはありがたいね。いい目安になる。あ、ダメで食らっちゃった。あと一発か。やばいな。いけるかな、まあ、いけるだろう。勝てー。爆発してから投げさあ、これでクリアですね。さあ、こちらソニックウィングスペシャルですね。まあ個人的に私がこのドットで描かれた市街地ステージでおすすめしたいゲームの一つなんですけども、ではキャラクター選べるので、この日本人の女の子マオマオでいこうかな。まあこれのステージまず1なんですけれども、これがね、またそのドットで描かれたステージがねすごい綺麗というのもあるんですが、それと同時にこのね背景を破壊できるっていうのがまた気持ちがいいんですよね。どん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 ビルが壊れていくっていう、こういう演出がいいよね。まあ、割とこれアーケードで流行った方じゃないかなと。スーパーファミコンでもねソニックウィングス出てますし、まあネオジオはもちろん出てますし、この曲がまたかっこいいな、おしゃれだな。危ない危ない、あんなの知らなかったら絶対当たるわ。さあこいつのボムはね、またちょっと他のボムとまた違った特徴があって、時間を止めることができると。なのでこの時間を止めてる間に一方的に攻撃ができてしまうっていう。さあこれでステージ1クリアですね。さあ、ドットで描かれた市街地ステージをね、まあ、順番にやっていってるこの動画ですけれども、最後にやるのはこちらのゲームですね。ネオジオで出ておりましたラストリゾート、こちらのゲームをやりたいと思います。1992年だからスーファミが出て2年後ぐらいっていう、出てそれぐらいですね。では、スタートしたいと思います。さあこれが主人公かな。おお、背景かっこいいっていうか絵が綺麗すぎるわちょっとネオジオはもう別次元のハードだったよね、当時考えても。これスーファミと同じ時代か。今改めて見てもとんでもないハードだなこれ。まあ割とこれネオジオ初期ぐらいのゲームだったと思うんですけどね。まあネオジオというと本当に格闘ゲームのイメージが強いですけれども、意外とね私ネオジオはシューティングが非常に良作が多くて好きなんですよね。まあ特にねネオジオのゲームって当時も今も結構なお値段ですけれども、ダウンロードコンテンツっていうのがねいろいろと充実してるので、すごく購入しやすいいい時代になったなというふうに思います。さっきの背景なんてちょっとあれだよね、アキラを思い出すよね。サイバーパンクっていうの、近未来な感じ。まあ、この頃の近未来がもうすでに今なんだろうけども、全然こんな感じじゃなかった気がする今はもう。
またこのね、敵を倒すとこうやってパイロットが落ちていくっていうのもなかなか芸が細かいね。あと下に走ってる車とか、車があのサイズってことはこの飛行機結構でかいね。この磁気の、周りをこうくるくる回ってるこのオプションですけれども、これ場所を固定することができるんで、ボタン1個で。だから後ろを攻撃した方はこうやって後ろにつけるというか、後ろに移動させることもできる。ただね、これ自分が前に行くと後ろに撃つんだけども、後ろに行くと前を撃つっていう、弾の出る方向も固定できるともうちょっと楽だったんだけどな。後ろのあのクレーターかな、あの背景もめっちゃ綺麗だな。さあボス出ましたね。これが一面のボスですね。おっと危ない。あの迫ってくるけど直前で止まってくれるこのボスの優しさよ。おっとってくる。おお、今やられたかと思ったら倒したのね。ということでこれで一面クリアですね。まあ、これはあの2人同時プレイもできるんで、まあ、結構友人と一緒にやったりするのも面白いんじゃないかなと。今の時代でも全然楽しめますこれは。